どうも、ショータイムゴルフです。何が言わないのさ。愛の蓋ってダサいね。愛の蓋。響き渡れば。その歌好きじゃないんだ。俺も好きじゃない。元カノがよく歌った。出た。愛は勝つじゃない。あ、そっち？そっちだ。そっちだ。そっちだ。そっちの愛の方がいいね。うん。元カノが歌ってた歌が嫌いな男です。ここにいるよ。嫌いじゃない？え？嫌いになるじゃん。だって分かんないよ。だってさ、でね、元カノって言ったってさ、一度はさ本気で好きになってるわけだからさ。お前が言うな。お前が言うなよ本当に。本当にお前チキン。なんで一度はちゃんと愛したわけでしょ、小生。お前にだけはそういうこと語られたくない。恋愛語っちゃいけないよ。お前にだけは語られたくない。どうってさ、そういうこと言うかな。どうなの小生、最近なんかいい感じの子とかいないんですか。いないです。まったく。いません。お前にしては珍しいね。よっしゃ、ホールワン賞もらうぜ。俺、6年彼女いなかった。なんか言ってる、こっちは。では宿泊券。相手はいないけど。ペア。ひなとりって俺の地元近いですよね。ひなとりあれ美味しいよね。はい。ここのですね、ホールインワン賞がありまして、ひなとり、ひなとりペア宿泊券。ねえねえ、ちょっと待って、ペア宿泊券で二人とも。そう、テレキと一緒に行く。いやいやいや、え、ゲイなのここ。別にペアだから別にカップルって書いてないからいいじゃん。ああ、なんか言ってる。俺は？俺は？自腹で行けばいいじゃん。え？え？いいよ、だったら俺なんか楽しく行くから女の子と。今そういうこと言える立場だもんな、俺な。女の子と楽しく行くよ。うるせえよ、そこカットね、ショーツさん。ちゃんと。犯罪だよ、犯罪。犯罪じゃねえわ。どこが犯罪なんで。どうですか今日は。んゴルフ今日いいよ。ナイスイーグル。バーディーね。あ、バーディーやった。残念。入ったと思う。いや、俺の中では入ってない。まあ、イーグルでもいいんだけど、やっぱね、現実的には何ヤードですか。180ヤード。意外と狭い、セパレートして狙いどころ決まってるあのコースの方が打ちやすいのありますね。何番？5番アイアンで。16番。3ホールしかないよ。いい球だな。飛んでるよね、本当に今日。ちょっとオーバーっぽい。オーバーチックだもん。弱いと思う、絶対今。全然だって弾けてないよ。あ、じゃあ。あれかな、マウンドがあるかもしれない。結局何番？5番や。行くかな。少々何番で打つ？俺6番持ってる。真ん中でいいね。うん。あ、シャンク。シャンクした。これ。アプローチしよう。前こそでいいじゃん。いやいや、どこが？はい、ホールインワン賞取れよ。すぐ真似してくるからな、ほんと。いや、みんな右行った。小生もっと右。いやいやいや、バンカー。バンカー。まあ、右に打ちたくなるロケーションだよね。左引っ張れないね、これはね。ちょっとこう、右向かせたくなる、向かせてくるティーグラウンドの感じというか。うん、風もアゲンストだし。左がなんか、グリーンがすごい傾斜して落ちてきちゃいそうな感じなんで、右がまあベストはベストですけどね。はい、調整、バンカーショット。50度で。ちょっと距離がね、あるね。こういう感じあって、グリーンも受けてるので。うまい。ナイス。うまいけど止まる。まあでも。アコギだよ、調整。まあいいところっちゃいいところ。これ難しいな。ちょっと距離は残りました。そして伊藤君2打目。ライは逆目ですか。うん、そうでもないですね。短く刈り込んだってイージーなライです。低く出した。うまい。あ、そんな行く。あ、結構、まあでも
平らなところまで行きましたね。いい感じだったのにな、入り方は。竹内輝樹バーディーパット。ちょっとね、途中にマウンドがあったりして結構めんどくさい、ややこしいラインですね。最後多分相当スライスすると思うんだけど、カップの左来たらそうでもないだろうね。ちょうどマウンドのところにあるんですよね、カップが。どっち行くのかな、なんとも言えない。まあライン読めない僕が言うのもあれですけど、そっからギューンって合ってた俺のライン。まあまあ、ナイスタッチ翔星。これ外したら3オーバーだよお前。3メートルぐらいショートしたなって思って1メートル。なんか言ってるよ、3メーターぐらいオーバーしたなと思って1メーターだったらしい。翔星スライス、スライスパーパット入れないと3オーバー、やばいね。切れない。おわへ、ナイスパー。ナイスパーだね。パーパットしか入んない。ナイスパー、パーパットしか入んない。さんじゃん。お前、それはやばいだろ。絶対怒られるやつ。やばいやろお前。いや、きっかけんだよさっきから。なんかね、動きおかしくなっちゃった。長尺マジック。長尺マジック切れ始めた。切れてきたね。切れ始めた。これはもう来年も短尺持ってるな、多分。来週には短尺。今さ、手かぶったんだよね、右手。もう来週には短尺かもしれない。長尺マジック切れ始めたぞ。でてーん。バーディー取った後にすぐボギー、もったいない。あるね、あるある、あるね。なんだ今の。はい、17番、369ヤードパー4、テイクンですね。旗ぐらいですか。そこの旗狙いで。右の木ぐらい。右の木の手前ぐらい。てか俺とか、俺テルくんじゃないんだよね、小生の。うん。ごめんねカメラ。大丈夫。伊藤くんも旗ぐらい。うん、もうちょっと左行こう。もうちょい左狙いね。旗だね。振り抜けないんだよな今日。ちょっと見えか。フェアウェイぐらいね。結構打ち合わせするんだよ、スタートする前に。読み方とか。基本イントネーション小声って言えねえぞ。OK、ナイス。てか木かかります。ちょっと低めに出します。149番で、はい。まあ、当たっても多分刃先だから。あ、しっかり当たってたしっかり当たりましたね手前ですかね。ちょっと小生2打目は115ヤード、はい、ピッチングで打ち上げ入れて117 打ち上げ入れて117。風はちょっとフォローですね。ちょっと薄いか。 OK。 ちょっと後半になってショートアイアンは上から入ってきてますね。110。
乗っただけ。52ですか。52ごめん。トゥー君の、トゥー君のバーディーパット、10メートルぐらいの上りのフックかな。お、あー消えた。打ってるよ最後の最後までずっと打ってるな今日。打てばいつか入るからね。伊藤君の、バーディーパット、下りのフック、やめて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 、クソだろう。あざーす。こんなに誰もナイスって言わないゴルフなかなかない。今日入るね。小生ガチでへこんでるし、ガチへこみすな。パター入る。はい、小生もバーディーパットだよ。下りのフック。切れちゃった。ナイスパー。残念、あと1ホールよ。俺イーブ。テル君パーパット。チョイスラか。ナイス、ナイスパー、ナイスパス。パター気づいた。気づいた、やっぱり。何番次。18番。終わった。遅いよ。はい、伊藤君の18番最終ホールのティーショット、354ヤードです。かわいい OB だよこれ。いけ大丈夫だ、回ってね。いけ、ゴー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 、 Get out here。 出てきた。いや、だって見えないけど出てくると思いますよ。ちょっと捜索不可能でした。もうロストです、これはもうロストです。あるにある。もうないです。確定球どうぞ。確定球打ってください。一発 OB 打ったぐらいじゃ追いつけないかな。今3ですか。2です。完璧。よき、クリークで、はい、クリークで、いい球、素晴らしい。サイドスピンゼロって感じの球でしたね。第3打目です。何て球だよ。飛べ、池だ、池入れ、池入れ、池入れ。あ、水しぶき上がった。あ、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 うわー、止まってるよ。なんだよ、止まってるよ。ギリギリで止まったよ。もうちょっと転がればな。ちょっと低くすればな。でさ、二人ともさ、結構さ、恥ずかしいぐらい人の不幸を願ってるよ。お前ほどじゃねえ。なんでさ、二人そろってさ。お前はもう、人の不幸を顧みず自分の幸せを得てる。まあ。その人の不幸が自分の幸せだよね。あながち間違ってない。でも不幸とは思ってないよ、別に。悪いことしたなぁとは思うときあるよ、それは。あー、へへへぐらい。へへへとは思ってない。結構ごめんなさいって思ってへへへはだいぶやばいやつやで。へへへはだいぶやばい。まあでも、それに匹敵するかな。本当にごめんねとは思ってるけど、別にさ、いいじゃないか。俺のためだからいいじゃんって。違う、そうじゃなくて、お互い、ってかね、みんな誰でも人生バラバラなんだからさ。人生の一部、皆さんそれっぽいこと言ってますが、騙されないでください。中身はめちゃくちゃ薄っぺらい内容ですからね。今回さ、何、あの話の方がさ多いかもね。ゴルフクソ安定してるゴルフだね。安定してるよ俺。全然なんか面白みもないのかもしれないけど大丈夫かな。まあ今回のラウンドゴルフに関しては取れ高ゼロに近いですね。あったあった。あれは違うボールだな。
オッケー、違うボールだよ。5球だよ、5球。距離の差半端なくて面白かった。もうしょうがないからこの辺から取ってあげましょう。乗りました。115ヤードピッチング。ハードだよ。左。いった。デカめ。56何ヤード？99ヤード56。ちょっとフォローかな。ピンハイぐらいかな。3人同じようなところに乗りましたね。真ん中でもあのピンチ的にはあそこ狙いたくなるよね。小生負けほぼ確定。敗北か、敗北宣言する。敗北宣言しますか。まあ今日に関してはもう負けたよね。今日はしょうがないよね、まあ、しょうがないですね。なんか、まあ、パター入ってましたね、うん、長尺使って入ってた、はい、でもちょっとあれ触れてましたよね。触れてたね。そこですよね、まず、うん、ルール上はグレーゾーンだよね。はい、負けたよ。負けた。負けは負けだから認めよう。何が決めそうだ。負けは負けだ。ホームグラウンドだし。ホームグラウンドじゃねえし。今日はちょっと、もう追いつけないな。次は、もう、上の根も出ないぐらい。ちなみに、来週の火曜日、ショットさんと、市原だけど。まあ、そこでね、今日の成果を遺憾なく発揮していただいて、そうそう、ショットさんに。ショットさんを倒して。倒して、はぁ、あ、もらいたいですね。長尺があれば大丈夫でしょう。なるでしょう。そうだね、ですね。今日のパターだったら全然問題ないでしょ。問題ないです。意外にボーディーチャンスじゃん。伊藤くんのバーディーパット。ボーディーフック。ボーディーフック。うわ、切れた。切れた。最後ウィニングパットちゃんと入れて。ウィニングパット持ってくれるの？うん、マークして、マークして。あるでしょ。だってウィニングパットって最後に入れるんだよ。あったじゃないよ。ショットさんカットお願いします。ウィニングパット打つの。きた、ナイスバディ。まあ終わり良ければ全て良しですよね。ナイスバディ、うまいね。勝ちでいい。勝ちだ、勝ちだ、勝ちだ。カウントバックでは勝ち。勝った勝った。あれ今日最終ホールの勝負じゃなかった。そう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 、18番のスコアの勝負だね。17ホールは練習ラウンドだったね。このためにこのためにこのホールに来た。よっしゃ、勝ったぜ。スライスではないですね。さあウィニングパットはじゃあカットで。カットしてくれると思う。そうだよね、これもう取るまでもないから。ショットさんは多分カットしてくれるはずだね。パーパットだってさ、こんなのだって映す価値ないもん。別に面白くないもん。誰が見んのこのパーパット。ありがとうございました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 。いや、その例は誰にも、その例は誰にも見えてない。その例は誰にも、その例は誰にも見えてない。カメラがこう揺れるだけなんで。先輩、今日もコースに勉強しても勉強させてもらいましたっていう気持ちですよ。いっぱい今日勉強になりました。今日はいくつだったんですか、皆さん。そうだ、あら、二人一緒。そうだ、うん、頑張った俺。伊藤さんに負けました、今日は、うん、参りました。89打ったら分かるよ、みんな。ね、89が世界中にさ、出ちゃうんだから。分かる、その気持ち。だいぶショックで。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。エンディングちゃんと撮らなきゃダメよ。さあ、今日のゴルフを振り返ってください、とりあえず。最後はパー。エンディングでいいんじゃない？ダメでしょ。今？いやいや、ちゃんと撮ろうよ。もう、マジでパターが入らない一日でしたね。
まあ、小生は、遠路はるばるありがとうございました。35パットですね。知ってるね。35パット知ってる君は俺は31パット。俺は32パット。パーオン率がやっぱ高い。あー、そうか。35パットやばいな。久しぶりだ。あれパワープレイ。パワープレイ。パワープレイ、パワープレイだもん。あ、美味しい。お疲れ様でした。ありがとうございました。全部取ればいい。はい、お疲れ様でした。今日はありがとうございました。お二人お付き合いいただいて、僕の反省会に。そうですね。もう89回打った人とは思えないいいプレーで、もう勉強させていただきましたよね。本当ですよね。そんなこといや、長尺のおかげでね。いろいろ教えてほしい。もう僕らも長尺にしようかなぐらいの感じで、ちょっと次の動画ではもしかしたら長尺になってるかもしれない。あ、本当ですか。まあまあまあ、そんなことは伝えないと思うけど、まあうんうんって言うなよ。まあまあ、とりあえずじゃあ今日の一人一人ちょっとインタビューチックに行きましょうか。プロゴルファーなんでね、はい、まずそんな尺ある。はい、そんな尺いただいたかな。ないかな。はい、そんな尺はないかな。ないよ。お疲れ様でした。はい、はい、質問ない。今日の主だからね、あの動画のね、はい、いや勝利者インタビューでいいんじゃない。そうそうだよ、そうだ、今日の勝利者インタビューで、な、まあ、要因は何ですか。今日の要因は間違いなく長尺でしょ。パターパターね。でもね、読めてたしね、グリーンもね。読んでないけど、そんなにね。まあまあ、長尺のおかげでなるほど、長尺のおかげで全体のバランスが良くなってパワーオンに上がってたっていうだけだと思いますけどね。89克服したのがそれ。89ね、89はちょっとね、言い訳させてもらうと筋肉痛だったっていうのもあるんでね、はい、今日は万全なんで、はい、今後ともよろしくお願いします。皆さん、たまには真面目にご挨拶をして、すいません、よろしくお願いします。この動画いい動画なんで、いいと思った人は高評価とチャンネル登録をお願いします。お願いします。また。またねー。